いや、すごっ。思いのか、宿いいね。美味しいわ、多分これ。なんでわかるんだ。うん。独特のね、香りが。どう？わかんない。赤身っぽいって。赤身っぽい。うん。なんか香りで。うんうんうん、すげえ。殴られたら気絶しちゃうな、これ。すげえ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日は夜です。今日はね、諸事情によりね、ちょっと夜からなりますね。夜からになります、はい、初めてだよね、夜はね。夜初めて。夜までになっちゃうことは多々あるけどそれ大体俺の時だ、ね、今日でも伊賀ちゃんとね、あの約1年ぶりの撮影ということで。そうですね、1年。松茸の時だ、松茸の時。一昨年で。そうだっけ、うん、ほぼ2年だ。2年だ。どうだたしますあ、マジか、そんな経つんだ。あ、そっか。だいぶ合ってなかったね。ね、合ってる気になってたけど、ね、動画見るから。意外にみんなね、こう、うん、合ってない。合ってないっていうのがね、うん、俺だけしか合ってない。そうそう。まあ、ってことでね、今日、うん、ご家庭でおなじみの。ご家庭でおなじみですね。今日、エゾジカご用意しました。よく見るやつだわ。ご家庭で、毎週土曜日とかにお母さんがよく作ってくれる。エゾジカが。エゾジカの。今日2種類ですね。ロース、バラ。まあ今の時期はね、ちょうど夏ジカって言われてて、夏はいいんだね。ジビエってもうそのイメージだったけど、冬とか夏とね、秋冬がいいね。今はどっちかっていうとその身が美味しい。あ、まあ油も、まあ、個体差があるんだけど、夏につく時もある。これはついてる方なんだ。まあ、まあ、まだつくのもある。あ、点数的にはちょっとあれなんだけど、点数的にはちょっと内緒なんだけど厳しいね。厳しい。全然美味しくいただける。いや、楽しみです。楽しみだね。今日石狩だね。石狩市の札幌の真上、駆除じゃなくて食べるように取られた、ね、処理とかも全然違うんだ。そうだね、半径こう大体何キロ以内に運ばれた鹿しか買わないような施設。ああ、そうなんだね。物的にはまあ A ランクぐらいかな、これで。趣味ですよ、鹿肉。今日はじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。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 いい匂いしてますよ、これ。へぇ、化けしてる。そう飲むやつだっけ。はい、うわ、これもハケですか。はい、いただきます。便利なものやってしまった今日バーナーでね。はい、今日僕料理することないんで。いやいやいや、今日の仕事はこれだけです。幻のシックスマンで今日やらせてもらいます。はい、バラ肉。この筋、一本ずつ取っていって。あ、一本ずつ取るんだ。へえ。まあ、取らない人もいるね。野生のね、感じをそのまま出したいって人いるから、うん、わざと取らない人もいるけど。やっぱどうしてもちょっと口に残っちゃうから、うんうん、今回はちょっと取りましょう。まあ、鹿肉はね、うん、生では食べない方がいいですからね。生では食べない方がいいですか。効率的なこと言っちゃうとね、グレーなのかもしれないけど、うん、自己責任ですね、うん、最終的には。食べたい人は食べればいいし、ただ推奨はしません、我々は。お店でも生は絶対出しません。ちょっとね、うん、危なかったからね、湧いちゃうとこだったからなんかまだっていう表現ね、私も悪かった。方言の仕方って難しい、ね。まあ、あと火通した方がね、美味しいから、うん、冷凍して叩きとかにする人もいるけど、うん、あれはダメだよね、竹さんがダメだよね、あの質問。そうだね、うん、もともと私はそんなね、ことは言ってません。誘導尋問ね、あれは。たけちゃん。たけちゃんがね、うん、俺に誘導尋問したんだよ。あいつが悪いや。自己責任で食べるなら、我々は推奨はしません。自分で取って自分で食えた感じです。そうそうそう。最近東出さんとかもさ、あれだよね、ジビエのさ、うん、チャンネルやってるよね。うん、そう、穴グマ。穴グマもやってるし、鹿もやってるよね。うん、俺らのパクってね。絶対俺ら見てるよ。パクリパクリ。我々がじゃなくて。知名度負けしてる。そうだ、ね。うな玉はないね。玉はない。うなぎは多分焼く人いるかもしれないけど、玉はないね。玉は作るの大変だったでしょ、あれ。玉ね。でもあれだよね、出汁引きがさ、ひがちゃんもこの間やってたけどさ、うん、流行ればいいね。そんな難しいことじゃないからね。全然違うからね。自分でやったってなるとさ、うん、ちょっと違うよね。既製品みたいなの使うのも、まあ、うまいんだろうけど、自分でやったよってこの一手間がなさ、美味しく感じるというか。塊のまま今日ちょっと焼いちゃって。バラは焼き？焼きで。はいはい。で、ロースは？カツ。はぁ。こちらですね。すごい。ありがとう。平成はいいぞ世代が出てくる。平成はいいぞ。アクアタイムズも復活するしね。あ、そうなんだ。期間限定らしいけど。ええー。そうなんだ、うん。ファーストテイクで虹歌って。あ、そうなんだ。大丈夫だよ。100万回じゃないの、ね。あ、それもいいね。あ、それめっちゃいいわ。焼きからいく？焼きからいきましょう。以上、バラ肉。うちシンプルに塩焼き、炭焼きにしていきます。はい。塩コショウだけで。まあ油が多いんでね、うん、ちょっと多めにしても大丈夫です。両面してもらって。よし。このまま。はい。
飴にのせていく。はいよ。まあ、強火で大丈夫ですね。この薄さなんで、まあ、表面カリカリで中ジューシーのようなイメージで。その音だけで笑顔になれる。ちょっとレア目なんですか。レア、いやレア目ではありません。火が入った状態ね、中心にね、はい、レアっていう表現また難しいんだけどね、完全に本当に中心に火入れちゃうとパサついちゃうから。それがプロの火入れでしょ。誰でもできるかなこの薄さだったら。これ熱いと難しいんだよ、はい、バラ肉はね、変な話地方のさ、なんかあるでしょ、道の駅にそういうとこたまに売ってるから。バラ肉だったらご家庭でもね、フライパンで焼くだけでも、まあ、うん、美味しい。ただ炭で焼いた方がいいからね。そうだね、うん、ぜひお買い求をね、うん、こちらのフォーレフのインスタグラム DM にて黒サミ香りもいいからね、まあ、香りがつくからやっぱね、全然フライパンとはまた違うね、香りも旨味のうちだから。シリンとか作って売ったら、チャコールイエスミセット、フォロワー増えたらね、そういうことができるっていう人がいたら募集中です。あ、いいね、うん、こちらはデザインとかその辺を考えさせていただければ。シリン職人募集、募集です。いつの間にかこう長くなってたらおかしいかないつの間にか長くなってるって大丈夫大丈夫、心配しないで。コメント読みしますね。渡部さん、こだわりがある人って本当にかっこいいですねって人しか言ってますよ。本当ですか。はい、こだわり何もないんですよ実は、実は何もない。厳しいっすよね、食材に対しては。いや食材はね、正直だからごまかせないね、我々と違って。人間はね、ごまかしてもやっぱり食べると正直に出てくるから、うん、まあそれがね、自然界の面白みでもあるよね。ジビエとかそういうのね、野生のやつだね、どうしても個体差は絶対あるから。太ってるものもいれば痩せてるものもいるし。自分とこの店とかジビエとかも出すでしょ。近く出すよ、うん、やっぱ緊張する。お願いしても届くまでは、見るまでは。何でもそうだ、魚もそうだけど、絶対的なこう信用がある魚屋さんだったり、うん、業者等じゃないとなかなか握手できない。いい食材持ってくる人たちでもたまにこけるときはこけるから、それはもうしょうがない、うん、そういったものをどうやって美味しくするかっていう方向にみんな持ってくるよね、料理人はね、うん、良さで去るものはないんです。そう、もういいものはね、大体こう自分がこう行きたいってなったらもうスッと行ってくれるのよ。悪い食材はね、なかなか身に向けてたら身に向かないのよどうやってこう身に曲がってくれるかなっていうのを考えて、それでも曲がらないんだけどね、うん、面白い。プロの話を聞くのは面白い、うん、例えばお刺身、簡単かもしれないけどさ、タイのお刺身があってさ、俺がじゃあ50点とか60点のタイをさ、お刺身にしたのと、ガチャが90点とか100点のタイを買って、ちょっと80点とか70点に下げちゃったとしても、俺はその50点、60点のタイをさ、頑張っても60点ぐらいにしか持っていけないんだよ。ただ切るだけだと。そう考えるとやっぱ、食材って難しいなって思うよ。切る間にね、もう、出来上がります。バカうまそうなんですよかなり映えてるけどね。油落として、うんうん、最後炭の香りつけてあげて、はい、いい匂いしてますよこちらは。うん、いいね、嗅いじゃってよし、これだと切って、はい、出していきます。はい、わさび取る。あ、取ろう。1本いくらぐらいするの。この大きさだったら1000円くらい。長野も有名なわさび農園ね。安住、そう、あれはそのミッシュっていう種類なのね。これマズマもうほぼ静岡にしかない。マズマわさび。マズマわさび。取ってるこれ。あ、取ってる。失礼しました。うん、あ、いいですよ。せっかくわさび持ってきたんでね。わさびと塩コショウでシンプルに食べてもらいましょう。やってます。こちらやってます。はい。やっぱシンプルがね、結局一番美味しいんですよ。ね、まあこの後ちょっとシンプルじゃないんだけど。うん、そうだね。ソースまで持ってきちゃったから。まあ脂身が多いんで。わさびたくさんつけてもこのチューブのわさびと違ってそんな辛くないからツンとはしない、はい、甘みと旨みがね強いわさびだね、マズマは、うん、マズマわさび。やばい、こんな強烈なわさび知っちゃったらもう取れないよ戻れないチューブなんかに。おい、うわすごいね、最高だなおい。どうしてもちょっと筋がね入ってるんで、うんうん、指をちょっと小さめに切ってあげた方がいいな。ここになっちゃってる。すごい料理ができました。よし、急ぎでこの絶品料理に合わせるハイボールを一品作ってくれるそうなので、はい、こちら今日の食材です今日ね、せっかくなんで美味しいハイボール作るんで、イエーイ。1枚の板氷買ってきました。小さい氷よりも絶対ハイボールはね、大きい氷を自分でね
こうやって削ってやった方が美味しいから。でかいのかな。いや。今日のウイスキーはこちら、バスコ。本当安くて美味しいウイスキーですこれ。またこれちょっと汚い話でちょっと混ぜて。で炭酸上から思い切って入れちゃった方がいいな。あいやだ。勝手に混ざるような感じ。混ぜなくて大丈夫です。このまま。いただきます。あ、美味しい。美味しい。そう飲むやつだっけ。おかわりお願いします。はい、全然大丈夫です。わさび。わさびなんだっけ。まず。覚えられねえよ。いただきます。いただきます。ありがとうございます。うますぎだろ。うますぎる。乾杯。乾杯。最高でしかないね。わさびがうまいぞ。うまい。この今までの肉にない、噛み締めるとジュワッとするこの感じがすごいね。鹿肉しか感じたことない。よく食う鶏豚、牛とは全然違うね。違う。うまっ。わさび甘っ。うまい。ああ進むね今日は。でね、タレ焼いてる感じ。タレ。お祭りしてくださいね。これ売れ残ったら大変なことになりますからね。ミッチがお買い上げする。そうですね。あとはカズマに買い取っていただかない。はい、できました。できた。イエーイ。あーうまそう。このぐらいジューシーに焼いたらうまいね。うんうんうん、はい、うわー最高。これもわさびなんだね。うまそう。減り具合、うわハケで、これハケですからね。はい。うわー、はい。こんなチート級な晩飯あるか。いただきます。はい。うんまっ。タレうまい。わ、わさびやばいよ。わさびがうまいからなんて言う。それはあるかもしれない。ほんとだ、これこれ食うと美味しいから。本来ならうまい。味のね、濃さは牛肉とは比べ物になんないね。うん、マジうまいね。どうしよう。酒が進んでしょうがないね。うまっ。今日はとりあえず何ちょっとデカめで。あーデカいね。いいんじゃない。食べるんだけど、いい。うん、すげえな。とりあえずこうか。